まっちゃんさんの好きなビジュアル系バンドベスト5。イエーイ。意外とやってきていなかった企画そうですね。といった感じでございますね。いや、ちょっと僕もでも正直なんだ、そのなんとなく予想はついてるんですけど、細かくは分からないんで、はい、人生の合計値って感じで今回はランキングをつけていただいてますので、まあ、それ聞いてきたバンドランキングみたいな。僕は当時ビジュアル系好きだった時のランキングになっちゃうかもしれないです。ああ、いいと思います、それで。過去は過去でも自分は自分だと思うんで、今のランキングでもあると思うんですよ。結局そこはずれないじゃないですか。そういうところは。著名言。じゃあ早速5位からお願いします。5位はルナシーです。そうなんだ。ちょっと意外でした。理由が1個あって、バイトしてた時の上司がルナシー好きだったっていうのがあって、ベスト版かなんかを貸してくれたんですよ。あ、それでかいな。そして聞いて、ベスト版なんでシングル曲とかいっぱいあるじゃないですか。はい、ハマりましたみたいな。テレレ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 って感じですね。ずっと結構言ってるんですけど、ストームが好きっていう。もう激ハマりしましたね。杉蔵さんのギターサウンドかなって感じです。はい。4位は、大事、ストリッパー。ってこと言っていいですか。はい、完璧です。一時期なんかすごい好きになった時があって、なんか、あ、なんかデイジー聴きたいなってなったんですよ。ここまでに発売されてた曲をプレミアついてるのも含めて全部 Amazon で買っちゃうっていう。最初というか、もう本当に活動し始めの時の曲が結構好きで、一時期本当プレイリストの中とか、あと車でかけてた曲、オールデイジーの時にありました。一番好きなのがライブの時にある風見さんのピアノソロ。そこ魅力っすよね。風見さんがやっぱりピアノ弾けるっていうのは。だってもっちゃんさんと仲良くなったきっかけもデイジーストリッパーだったような気が。まさに春めく僕らの話かなんかをしてて、で、なんかリプでなんか俺がもっちゃんさんに、その風見さんの作曲がめっちゃその夕霧さんの声になんかその合ってる作曲なんすよね、みたいなことをもっちゃんさんに言ったら、なんか、いや、分かってますね、みたいな。俺言ってたよ、そんな語ったなって。なんかあれっすもん、なんかそのダストとかにも、なんかいつなんかこんな仲良くなったんだみたいな。3位はですね、ナイトメアで、これはもう明確に思い入れがありまして、おそらくこの後発表するであろうアーティストの次に多くベースのコピーで練習した曲が多いのがナイトメアです。ってことはいっぱい聴くってことじゃないですか。もうナイトメアで大好きですね。ですよね、はい、あの、恥ずかすがらずにオラの胸に飛び込めばいいですよね。そっちじゃない方なんで。そっちも結構好きだけど。じゃあ2位はガゼットで。いやー、そのイメージは強いっすね。やっぱガゼットの話はもう幾度となくしてますもんね、はい、ここで。そうですね、ガゼットはずーっと好きだった気がしますね。もう常になんかビジュアル系じゃない人も含めてプレイリスト作ってもガゼットは絶対に入ってましたね。一番アルバムに入ってたのは、あのハイエナとかフィルスとかの時前後ぐらいが曲的には僕大好きでした。1位はジャンヌ・ダルク。いや、まあこのイメージが本当に強いですね。一番聞いたし、一番ベース頑張ってコピーしましたし、一番好きだし、一番長いですね。動かないと思います、これは。もう、あれですか、もう人生で一番好きなアーティストって言っても過言じゃないって感じですかね。あ、そうですね、ジャンナーじゃないです、ダルカです。ダルカ。特にでもあれですよね、ガゼットとやっぱジャンヌが強いのかなっていうイメージありますね。めちゃくちゃ多いですね。あれですか、アシッドブラックチェリーはちょっとそのなんかバンドかちょっと。まあそうですね。ヤスさんのユニットみたいな感じなので。入れるとしたら2位って感じですかね。そうですね。とにかくやっぱヤスさんが好きっていう部分はでかいですね。ヤスさん好きですね。大好きみたいですもん。